はい、こんにちは。今日も習慣化のお話をしていきます。セルフコンパッションということで、頑張っている自分っていうのを責めないように済むマジックテクニックをお伝えしていきます。はい、まあ、皆さんも中には一生懸命頑張ってね、いろんなことを習慣化されていると思うんですよ。例えば毎日朝起きた時に筋トレを頑張っているとか、間食をしないようにするとか、タバコを吸おうと思ったら別のことを考えて、でタバコを吸わないようにするとかっていう風に、禁酒喫煙とかですね、そういうことも頑張っている方もなかなかたくさんいらっしゃると思います。でそんな日々一生懸命習慣化して目指すものに向かっていくために、あんなことをしよう、こんなことをしようってたくさん努力をしているにもかかわらず、急に病気をしてしまったとか、あるいはしても外せない用事が入ったとかですよね、急に休日出勤しなさいとかっていう風に上司から命令が入ったとか、これはいい話ですけど、友人の結婚式が入ったんでいつもジムに行ってるけど行けなくなったとかね、まあ、そういった1日2日サボってしまいましたっていうことが起こったとします。でそのことにおいて、うわーなんでこんなタイミングで俺って病気してしまったんだとか、上司のせいで膝の習慣が止まっちゃったっていう風に後悔することも、それから罪悪感も覚える必要もないですよっていうのが今回の話になります。でそもそもセルフコンパッションって一体何っていうと、自分を受け入れるっていう、ただこれだけのことなんですよね。でもこれってなかなか重要で、でもできないっていう人がたくさんいると思います。で重要なのは、習慣作りの失敗っていうのは1日2日サボってしまったそのこと自体で起こるのではなくって、習慣化が止まってしまうのはサボったではなく、そのことサボったこと自体を責めてしまったりとか、もう自分はダメだっていう風に自己嫌悪することによって起こっちゃうんですよね。だから皆さんもこういろんな取り組みをしてて、なんか行ける時ってなんか自分って調子いいやってなると、例えば勉強もスルスル行くし、なんかジムでもいつもよりもワンセット多くやっちゃおうとか、なんかタバコのこととか一切考えなくなったなっていう風になるんですけど、ちょっと嫌なことがあったりとかサボってしまったりとかすると、なんかあれいつもよりも上がらないっていう風になってしまったりとか、それからああもういや一服くらいっていう風についつい禁煙頑張ってたのに、ああやっぱこれたまんねっていう風になってしまったりとかあると思うんですよ。だからセルフコンパッション、自分を受け入れることによって、その失敗からの挫折も防ぎましょうという、そういうお話になります。例えば週1冊、1週間に1冊の本を読もうとすると月4冊の目標になりますよね。ところが今月は2冊しか読めませんでしたとします。そうすると今回の失敗を取り戻すために、来月は6冊読もうっていう風にちょっと無茶な目標を立ててしまうんですよね。ところがそもそも月初めに立てた目標すら、その4冊っていう目標すら達成できてないのに、目標を上げたところでうまくいくわけがないんですよ。じゃあまた6冊っていう目標を立てたけど、例えば2冊とか3冊で終わってしまったら、まあ、また達成できなかった、よしじゃあそのまた3冊だったら読めなかった3冊もプラスして、今度は7冊読もうってなって、でまた今度達成できなくて、あもう本なんか読んでられねえって言って挫折しちゃうっていう、そういうことになっちゃうんですよね。他にもテストの成績が良くなくって、で自分を責めてばっかりいるんですよ。なんで80点目指したのに55点しか取れなかったんだっていう風に責めてしまうと、自分をねめちゃくちゃ責めて、なんで55点しか取れなかった、なんで55点しか取れなかったんだよっていう風に責めたところで、責めたところですよ、成績って伸びるわけないじゃないですか。そんなことをしている暇があるんだったら実力が上がらないので、そうではなくって勉強するしかないんですよ。勉強するしかないんですけど、一生懸命勉強したつもりでも、それにもかかわらず結局55点しか取れなかったっていう自分の情けなさを責め立てて自己嫌悪に陥ってって、勉強という習慣から挫折してしまうっていう、そういう流れになっていってしまうわけなんですね。じゃあ失敗した時に、本を決めた冊数読めませんでした、勉強で決めた点数取れませんでしたってなった時に、挫折しないようにするためには、もうシンプルでセルフコンパッションです。もう自分を責めないことも、ただこれに尽きるっていうお話なんですよね。はい、じゃあそんなこと言ったって、自分でこれだけ頑張るって決めたのに結局できなかったら責めざるを得ないじゃんっていう気持ちすごくわかるんですよ。すごくわかるんですけど、じゃあその55点しか取れなかったとして、その前のテスト結果皆さんどうだったんですかっていうことなんですよ。うん、ね、そしたら、あれ、そういえば前は50点しか取れなかったけど、55点ってことは今回5点上がったなっていう、自分がちょっと成長した奇跡っていうのが見えるはずなんですよ。で他にも本を4冊読もうと思ってたけど、でも2冊しか読めませんでした、でも2冊読んでるじゃないですか。2冊読んだっていうことは、確実に何かその知識を習得する、積み上げた結果っていうのが皆さんの頭の中に経験値として残ってるわけなんですよね。ということは、
やるべきことはやってるんですよ。何の問題もないっていうことなんですよね。だからそれを目指してやっている時点で、成果は確かに皆さんが目指したゴールにはたどり着かなかったかもしれない、でもそれをまた乗り越えるチャンスも得られたし、そこに向けて頑張ったっていう、その結果じゃなくてプロセスっていうことが大事だったりするんですよ。いいですか。結果っていうのはビジネスの世界だけなんですよ、求められるのは。ビジネスの世界だけが数字求められるわけなんですよ。営業成績でいくら売り上げてこいと、年間で1億売り上げてこいと言って8000万しか達成できませんでした、それは8割しか達成できなかったら怒られる。これはビジネスの世界で起こり得るんですけれども、例えばベンチプレスで80キロ目指してやってますと、マックス80キロ目指してるけど、今年は75キロまでしか行きませんでした、でも1年間振り返ってやってみたら70キロでスタートしたのを年間で5キロ増やすことができたってことは、これ積み重ねられてるわけなんですね。だからビジネスは結果が大事なんですけど、人生において本を読むとかバーベルを上げるとか禁煙禁酒するとかっていうのはプロセスの方が大事なわけなんですよ。禁煙しますってなって1日タバコ40本吸ってた人がいきなり0本にできるってなかなか難しいんです。ところがちょっとずつちょっとずつ1日の本数を減らすとか、吸う場所をもう決めるとかっていう風に固定化するっていう、そういう習慣化を立てたことによって1日40本から1年かけて20本に減らせた、2分の1も成果が出てるんです。そっちに着目してあげるっていうことが非常に大事になると、そういう目線で自分のことを見ることができますかっていうのがセルフコンパッションっていう、そういうわけなんですよね。はい。だからこういった動画を見てるってことは、何か始めようとか何かをやってるけどなかなかうまくいかないから、そういった努力をもっともっと頑張ろうっていう風に思っている方がこういった動画を見てると思うんですよ。ということはあなたは何かしら絶対やってるわけなんですよね。そういったやってる方に関しては、そういったちょっとした挫折なんかでいちいちその失敗したやってしまったっていう罪悪感とか後悔とかって覚える必要一切ないんですよ。中には比較するべきではないかもしれないんですけれども、そうは言っても皆さんと違って何もやってない、何も手をつけてない、もう惰性で生きている方っていうのもたくさんいらっしゃるんですよ。たくさんいらっしゃる中でこういった動画を見ているあなたは確実に何かをやってるし、何かを積み上げてきてるし、何かの成果に向かって走っていってるわけなんですよ。そんなあなたがなんで誰かとか自分とかに責められる必要ありますっていうことなんですよね。はい。すいません、皆さん耳がキン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 痛いですよね。ということなんですよ。ついついね、なんでこういうことをね、なんか熱こもって話すかっていうと、一生懸命頑張ってる人がね、僕の周りにもたくさんいるのに、時々こうコーチングとか、それから普通の相談とかでこう声をかけてくださる方の中に、一生懸命やってるけど全然成果が出なくてとか、やってるのになんかいろいろ伝わらなくてとか、自分ってダメなんだよねってことを言ってくる人がいるんですけど、あなた何かやってるじゃんって、周りがやってなくて、そういうその自分 とその人を比較した時に、なんかちょっとイラッとするなとか、そういうことでしょ結局って、あなた何かやってるんだからいずれ成果は出てくるし、それをやめてしまうことによって成果が出なくて結局自分ダメだなっていう風になるんだったら、そうならないために今のことをいつそれが叶うかわからないけどやり続けることが大事ですよっていうことを言うんですよ。でそのやり続けるためにどうしますかっていうことを、コーチングをやったりとか収穫のテクニックをお伝えとかしたりしながら、続けてやってってもらってるってことなんですね。それとやっぱり1ヶ月で成果出る場合もあれば、2年3年って何年もかけても成果が出ない方っていうのもたくさんいらっしゃいます。でもやめるから結局成果が出ないんですよ。やり続けてたらどこかで成果が出てくるんですよ。あるいは自分が納得ができるような状況っていうのを作れるわけなんですよ。でもそこで止まっちゃうから納得もできないし成果も出ないしってなるんで、皆さんはセルフコンパッションで1日2日たかだか1日2日サボった程度で1日落ち込むのではなくって、あ、ここまで積み重ねてきたものがあるから1日2日ちょっと休もうと、ペースを落とそう、あるいは止まって休憩してリフレッシュして、でもう一回明日から頑張ろうっていう風に自分を許してあげる、これが大事になります。これがセルフコンパッションの威力になります。でこのセルフコンパッションの細かなテクニックっていうのは実は大きく7つあるんですけれども、それはまた次回以降の動画ですね。ちょっと何日後かちょっとわからないんですけれども、多分1週間後くらいにセルフコンパッションの話をするっていう風に今、予定を組んでますんで、またそちらの話も見て、セルフコンパッション自分を許すためにはどんなポイントを大事にするのがいいのかなっていうことをまた動画で見ていただけたらという風に思います。ということで、本日でいつも以上に早口になってしまったんですけれども、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。